今からコンパネを建てたプールみたいなのをブルーシートを敷いて、うん、4名かけ4名ありがとうございます、うん、で、20センチ掘って、まあ、そんだけです。コンパネを縦に2つ割りにしたやつを、2枚こう1、2ってやっていって 3.6×3.6 の大きさでちょっと掘り込んだところにコンパネを立ち上げて、立ち上げで40センチぐらいは中に入りそうなので容積を計算したところ 5.18 立方、これで十分やということでこれを作ることになりました。平らだと土混ぜやすいで、何回かわら足したりとか加えてやる。褒め上手ね。褒め上手。子供が伸びた。なんか切ってやろうと思った。様子見ながら、この手は最初は、うん、一番一応柔らかそうなところを取ってきてはいるんだけど、これもっと水がいるかな、うん、全然通んないね。あ、で、それ
こっちに返せます。あ、そう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 。よくシャシャパに使うの。こういうのを作るんや。すごいな。これが家に、川田さん家の家になりますね。全然想像としては違ったな。重機は早い。ブルーシートだから下は強くやらないで、そーっと。だいぶ溜まってきた。足首まで。ほんまやね。まだまだ。これの3倍。半分。どれぐらい？40センチぐらい。40センチ。ついたてが40センチだからそんなことないか。20センチぐらい。25センチか。うん。低下の。華麗なるユンボの操作により。もうちょっと1日あったらできそうやな。けんちゃん、ありがとうございました。あ、ものお疲れ様です。お疲れ様。おかげさまでお宅の家で株が家の株が多かったできそうね。えシャリシャリないい感じですね。これが藁で発酵して時間がかかってくるんや。で、溶けていって、で、またあのちょこちょこ足していくんですか。スサみたいになって、スサ、その繊維ですね、つなぎといって藁は。で、これはもう潰さないで、で、混ぜないで、表面に浮かしてそうです。なお、やんなかったとしても死にゃしない。やってみんなわからんもんね。ね、何にしてもね。もう自分の家の壁の土を作る山菜止まってきたね。あと3割ぐらいかな。もうちょっとや。見てくれよ、見てくれ。いつかこうなる思ってたけど。壁に2人のエキスが入りましたね。元気な家になることでしょう。思い出になることでしょう。はい。もうちょっと。